マタン・ビルナイ・マタン、ビルナイは、イスラエルの軍人、政治家、外交官。元科学文化大臣、民間防衛大臣、中中国大使。クネセと当選4回。マタン・ビルナイ、マタン・ベルナイとも表記する。男性。1944年5月20日、エルサレムに生まれた。父親は教授だった。1966年、イスラエル国防軍に入隊。 1989年、南方軍司令官となり、第一次インティファーダを迎えた。1993年のオスロ合意の際は、ガザ地区での軍の再編などを指揮した。1994年、副参謀総長となるが、1998年に、シャウル・モファズとの参謀総長レースに敗れ、退役。1999年、 政界に転じて労働党公認で、クネセト総選挙に立候補し、初当選。バラク政権の科学文化大臣として入閣した。2003年の総選挙でも再選されるが、リクードのシャロン政権になったため閣外に去った。2005年、労働党が連立政権に加わると、首相不官邸の大臣となり、8月に、再び科学文化大臣に横滑りした。 11月の労働党議長選に出馬の構えを見せたが、党運営への関与を条件に現職のペレス支持に回った。ペレスはペレツに敗れ離党したが、ビル内は労働党に止まった。2006年の総選挙でも参戦。オルメルト政権では2007年に国防副大臣になった。2008年2月29日、ビル内は ハマースなどパレスチナの武装勢力の攻撃に対してカッサムロケット弾がさらに打ち込まれ遠くまで着弾するようになればパレスチナ人は我が身の上に大規模なを引き寄せることになるだろうというのは我々は防衛のために全力を使うからだと述べ攻撃を止めないならばパレスチナ人を大虐殺すると脅したこの発言にイタン・ギンツブルグ国防副大臣などは ショアーは災害を表す普通名詞で、ジェノサイドを意味しないと火消しした。ハマースは、この発言に、新しいナチスであったと反発した。2008年12月27日からのガザ侵攻では、12月30日、イスラエルラジオによれば、軍は、数週間の戦闘の準備ができていると述べた。2009年1月1日、軍放送で、ハマースに、 強烈な打撃を与える作戦は始まったばかりだと述べ、攻撃を続ける見解を重ねて示した。2月10日投開票の総選挙でも4戦した。2011年1月17日、エフード・バラックによる、労働党集団離党の動きに抗をし、新党、集まうとのメンバーとなる。1月19日、ネタニアフ政権の民間防衛大臣として入閣した。 民間防衛大臣は、ここで新たに作られた役職である。10月に来日し、10月24日、日本の平野達夫内閣府防災担当大臣と会談した。10月25日には、日本記者クラブの共同記者会見に応じた。ビル内は、記者会見で、我々は、世界で唯一、今世紀になっても、生存をかけて戦っている国だ。 次の戦争は時間の問題だと思っているなどと述べ、パレスチナ側を批判した。2012年2月14日に議員辞職したが、民間防衛大臣の職には8月16日まで止まった。ビル内は退任を前に、マーリブの取材に対し、イラン侵攻を前提に慌てる必要はない。イスラエル国内はこれまでになく準備をしている。イランは、イスラエルの都市を、 ミサイル攻撃し、犠牲者は500人に上るだろう。日本国民が、地震の可能性を認識しなければならないのと同様に、イスラエル国民は、ミサイル攻撃に備える必要があるなどと答えた。民間防衛大臣退任後、中国大使となった。BBC ダースダインイスラエル、ガザクラッシュズ、ロイター通信イスラエルオーンズ、ガザオブショアーショアはディザスターを表す、普通名詞であり、 ナツスのユダヤ人大虐殺を指すときは、定冠詩の歯をつけて、保証はという表現を使うという。ただし、ナツスによる賛辞に対して、賛辞を表す他の単語ではなく、ショアが主に使われる表現であることも、また事実である。マタンビルナイスラエル民間防衛大臣の平野大臣訪問について内閣府。 マタンビル内イ,イスラエル民間防衛省 2011.1025YouTube2011 年10月25日16時17時民間防衛省マタンビル内10回ホール日本記者クラブハットポッシブル War with Iran Could Be Month l イスラエルミニスタージャーサラムウーエドオーガスト152012午前9時15分 EDT ロイター通信イランと戦争なら 死者500人、1ヶ月の交戦に、イコールイスラエル閣僚2012年8月16日16時1分、JST ロイター通信イスラエル、中中国大使が、某訪問、劉諸公市長会見中国の某。ありがとうございます。